こんにちは、高見です。今日はですね、シュウさんにですね、アドバイスいただいて、この角度ですね、この角度を意識するというふうなことと、当てる位置をこの、まあ、根元じゃなくて真ん中あたりにするっていうふうな、このポイントですね、このポイントを意識して打つとですね、素晴らしく飛ぶようになったので、今からお見せしたいと思います。5球打って5球飛ぶような気がしてます。で、いきます。いや、今日寒いですね。残り3つで、もう終わりにします。こんな感じでどんどんあと2球いきたいと思います。ラスト1です。こんな感じで結構いい感じで撮りました。バイバイ。はい。はい。